紫輝くんの下割り、まさにファンを仰天させるサプライズ。何気ない日常の中で、ある日、平野潮くんの驚くべき特技が明るみに出ました。それが、なんと下割り。しかも、その驚くべき特技は、クイズ番組、在和館で初めてこうになり、まるで彼のファンたちにとってのクリスマスプレゼントのようでした。一体、彼の下にはどんな秘密が隠されているのでしょうか驚きのあまり。 ファンの中には汗汗とした表情を広げる人もいたようです。自覚がないのかもしれませんが、平野紫耀君はこれまでにも知られざる特技を披露していたのです。下割りとは一体何なのかその秘密に迫りたくなります。ネット上での反応を見ると、紫輝君の下割りは舌の筋肉を駆使した凄技だとか、これには本当にびっくりです。また、彼の体全体が筋肉質であるとの情報も浮上しています。これを聞いて、 つい妄想が広がりますよね。かの体は一体どれだけの秘密を抱えているのでしょうかクイズ。在和館での紫輝くんの特技は、なんとベロの筋肉まで操れるというもの。ベロの筋肉を操るとは、まるで別次元の能力を持っているかのようです。無敵かよ、平野くん、と心の中でつぶやきたくなるほどです。 ファンのコメントを見ると、紫てるくんすごいどうなっているのなこの子は他の人にはなかなかできない,いぞほんと何でもできる紫てるくんすごいという歓喜の声があるように、彼の多彩さには本当に驚かされます。そして、紫輝くんの綺麗なベロについての賛辞も続々、明太子だとか、様々な表現が使われていますが、それだけ彼の下割りには魅力があるのでしょう。 もっと興味深いのは、紫輝くんがどのようにして、これらの特技を身につけたのかという点です。ユニークな視点からのコメントには、彼のベロを磨く様子を想像する余地があります。そして、メッセージ、壊されたままじゃない。これからも5人の輝かしい未来が待っているんだ。プロミス、プロミス、プロミス。約束だから、ティアラ待っててねといったコメントからは、ファンたちの期待が彼の未来に対して高まっていることが伝わってきます。 一方で、この特技はどうやらここでしか披露されていないようで、それがもったいないという声も、もっと特技を披露してほしいという期待が感じられます。それでも、彼のベロアリについての知識が広がり、ファンたちはますます紫輝くんの多彩さに魅了されているようです。この驚くべき特技を披露したことで、紫輝くんのファンたちの期待感が高まっていることは確かです。 そして、彼の未来にはまだまだ魅力的な一面が隠れていることでしょう。これからも、紫輝くんの特技に注目して、どんな新たな一面が見られるのか楽しみにしていきましょう。さて、あなたはどんな風にこの下割りについて感じましたか紫輝くんの特技に対するあなた自身の見解や期待をシェアしてくださいね。そして、あなたが彼の特技に対してどんな新しい視点を持っているのか、コメントで教えてください。